ホーム、千里山駅は、大阪府水田市千里山西五丁目にある、阪急電鉄千里線の駅。駅番号は、HK-92。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。上下線のホーム側は双方に改札口があり、各ホーム間は、地下道により連絡している。実際には、校内に乗り場。 番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、北千里方面が1号線、天下茶屋方面が2号線と表示されている。2019年度のある特定日における1日の、乗降人員は19,496人で、ある。近年の特定日における1日の乗車、乗降人員数は、下表の通り。駅が置かれている。 地里丘陵はかつて草木に覆われた丘陵地であったが、鉄道が開通してからは住宅地として開発が進められた。駅西側には千里山住宅地が大正時代より造成され、駅東側は昭和30年代より千里山団地が住宅公団によって建設されてきた。千里山住宅地はロンドン郊外の田園都市、レッチワースをモデルに開発され、 北雪の高級住宅街として知られている。駅南側の踏切周辺の慢性的な渋滞解消と千里山団地建て替えに伴う再開発計画が大規模に行われた。これに伴って千里山埼寺線から府百121号線に繋がる千里山湖線橋が駅舎をまたぐ形で設置され2015年1月21日に開通し、 駅舎の南側に隣接していた千里山文化、踏切は車両通行不可となった。駅東口前の千里山マーケットがあった敷地にはロータリーが建設され2016年9月4日、完成の運びとなった。埼寺方面から千里山駅前までのアクセス改善のための都市計画道路千里山埼寺線の工事も2014年より、 着手し2018年3月15日に開通となった。2018年3月31日には JR 水田駅北口から千里山駅ロータリーまで阪急バスの路線も開通した。千里山駅への路線バスの乗り入れと JR 水田駅までの運行再開は地里ニュータウン、水田市新宿へ第一期入居が開始された1962年9月15日から 千里山線が千里山駅より新千里山駅まで延伸開業した1963年8月29日の千里山駅乗り入れ廃止以来55年ぶりのことである。ありがとうございます。